イニシャル D の物語では熱く激しく様々なドラマが存在。その中で強烈にとても理不尽すぎる内容もあるんですよね。自分の力ではどうにもならないことや悲しく切ない描写も見ることができます。これを知ればキャラクターのことを理解できより面白く作品を楽しめるでしょう。さあ今回は理不尽すぎるエピソードに注目、そのうちのトップ5を紹介します。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それではまず初めに紹介したいのは第5位の庄司慎吾が見せたエピソードです。彼は主人公藤原拓海にガムテープデスマッチを提案。自分の優位になるようにバトルを展開した内容が強烈すぎました。その非道っぷりについて少し説明していきましょう。庄司は妙義ナイトキッズのナンバー2として君臨。ダウンヒル担当で愛車シビックを操るテクニックはピカイチでした。しかし彼の性格ははっきり言って最悪すぎたのです。デンジャラス慎吾と呼ばれて周囲から恐れられていました。そんなある日、庄司はある知らせを聞きます。それはナンバーワンの中里武史が藤原拓海に負けたという内容でした。それを聞いた庄司はチャンスとばかりに歓喜。中里を失脚させて自分がチームのナンバーワンになろうと画策を開始したのです。秋名まで行き拓海を捜索する中で池谷光一郎と遭遇。池谷の乗るシルビアのリアに接近しバンパーを押して危険運転。その後ドリフト練習していた池谷たちの前にも現れて罵詈雑言の嵐を容赦なくぶつけたのです。さらに匠の親友である竹内樹の運転するレビンを発見。庄司は樹にいきなりバトルを仕掛けてクラッシュに追い込みました。樹はデート中で車も彼女も失うことになります。庄司は勝つために危険な手段も平気で利用するとんでもない男でした。勝利して車を廃車に追い込む危ない思考、谷底へ突き落として解体屋送りにしてやらと過激な発言もしているのです。藤原拓海は樹を傷つけられて大激怒。彼は怒りの形相で庄司とバトルをすることになりました。ここで庄司はあるルールを提案。それがとても理不尽すぎるバトルだったのです。庄司が匠に仕掛けたのはなんとガムテープデスマッチでした。ハンドルに右手をテープで固定、ステアリングに制約を持たせて運転を難しくさせたのです。庄司は多くの練習で慣れていたので問題ありません。自分の操るシビックは容易に修正が可能。しかも自分が 100% 勝てるという自信があったのです。はっきり言ってこの光景を見た時クズ野郎だと感じました。庄司はバトルが始まったらわざと遅く走って匠が運転する86の後ろを走行。次第にプレッシャーをかけ続けていきます。匠は庄司のルールをしっかり理解していませんでした。得意のカウンターができずにカーブで苦戦。オーバーステアになったら86では戻せなかったのです。匠に圧倒的不利な条件が襲いかかります。庄司の事故を起こそうとしたり意地悪な部分が最悪すぎたんです。このまま庄司は匠を破り自分の夢を叶えようとしていました。でもその目論見は失敗に終わることになります。匠は次第にコツをつかみ86を操作してコースに適応。勝利を確信していた庄司の顔色に次第に焦りが浮かびます。彼は匠を脅威に感じて勝負を素早く決めようと判断。バンパープッシュを敢行し86をスピンさせることに成功します。追い抜き、勝利の手応えを感じました。匠は寸前で360度ターンで回避。庄司の悪質なテクニックはついに匠を完全にぶち切れさせたのです。匠はお返しに庄司のシビックを後ろから煽りぶつけようとしました。強気だった庄司はあまりの迫力にぶつけられると恐怖。匠は容赦なく抜き去り先頭に立ちます。庄司はバトルに敗北してチーム内で笑われることが許せません。匠に勝つために再び自分のシビックを犠牲にしてでもクラッシュを狙っていきました。匠はそれをうまくかわし逆に庄司がクラッシュして自滅、戦闘不能になりあっさりと匠に負けてしまったのです。庄司はこの影響で右手に衝撃を受けて負傷、病院に運ばれてその場から去っていきました。勝負する前に彼はあることを匠に豪語しています。負けたら地べたに手をついて謝ってやってもいいけどなぁと発言。地べたに手をつけられずに敗れたという結果になったのです。その後は改心し人が変わったように生まれ変わった庄司。それでも彼が行った行為やこのエピソードはあまり良い気分がしません。プライドの高さや悪態がそうさせたのでしょうか。以上のことを検証して第5位とさせてもらいました。さあ次に紹介するのは第4位となる岩木誠二のエピソードです。彼はバトルで破った相手の車にあるステッカーを容赦なく切り裂く暴挙。でもバトルで敗北し須藤恭一にビンタされるという情けない姿も見せているのです。岩木の起こした行動についても少し注目して話していきますね。岩木誠二は走り屋チームエンペラーのナンバー2でした。リーダーの須藤恭一とは親友関係です。岩木は正確なステアリング操作とドリフトを得意とする実力者、自分の腕に強い自信があるドライバーだったのです。彼は群馬県の走り屋たちと関わっていくことになります。エンペラーの一員として赤城レッドサンズと妙義ナイトキッズの交流戦を偵察。藤原拓海が中村健太を破りました。
岩木は敗北して戦意喪失している健太の車を愛車のランエボ4で抜いて自分の存在を証明。やがて京一と共に秋名湖に行くと、匠の親友である竹内樹と遭遇。岩木は樹に道を尋ねますと、いつの間にか86と群馬チームのレベルの低さをバカにします。樹は悔し泣きするほど怒りが収まりません。あまりの容赦ない暴言は京一も止めるほどの勢いでした。さらに岩木は妙義山で中里武と対戦、本調子でない中里を圧倒的な力で撃破します。彼はバトルの前に勝利したらチームステッカーをよこせと要求していたのです。負けた中里はステッカーを渡しました。受け取った岩木はそれを半分に切り裂く暴挙を敢行。自分が倒した証とした撃墜マークとしてランエボ4のリアウィングに貼ったのです。その場で1ヶ月で群馬エリアを制覇すると宣言。とにかく強気で悪役っぷりが炸裂していました。群馬各地を荒らし続けていき、やがて藤原匠とバトルする日を迎えます。絶好調の岩木でしたが、ここから彼の歯車が狂い始めていったのです。須藤京一は匠が高橋涼介を破った実力者だと知り警戒。岩木は京一から匠を最強クラスのドライバーだと認識しろとアドバイスします。そして自分たちエンペラーがバトルで使用する戦略についてある指示を命令。それはシミュレーション3で確実に勝利しろという内容だったのです。京一は岩木に集中して観察しながら挑めと圧をかけていきます。しかし岩木はそれを甘く見て京一の話を理解しません。逆に匠を格下だと甘く見て判断。バトルが始まったら匠の86が見せた動きに苛立ちを見せ始めました。岩木のランエボ4は我慢できず先に追い抜いたのです。欲を出して匠に差をつけようとタイヤを酷使、その影響で匠に連続するクォーターで追い詰められていきます。匠は岩木の隙をついて必殺技溝走りを実行。86は岩木のランエボに並ぶことに成功しました。岩木は体勢を立て直そうとしますがもう間に合いません。フロントタイヤに限界が迫りアンダーステアを発生。匠に容赦なく抜かれて敗北してしまう結果で終了します。岩木は負けた原因が分からずその場で困惑。やってきた京一は自分の指示を無視した岩木に対して大激怒。いろは坂の猿じゃねえんだからちっと頭使えよと強烈なビンタを食らったのです。岩木は負けて頬を叩かれる理不尽さを味わってしまいました。京一の一撃を食らう岩木の姿が少し哀れに感じてしまうのです。口調も悪く気が短くて喧嘩腰な姿勢。よく考えずにバトルを挑んだ部分が岩木を負けに導いたのでしょう。そのインパクトの強さで第4位に決定です。引き続き紹介をしたいのは第3位となる香織が見せた重く悲しいエピソードでしょう。北条凛と付き合いながらも高橋涼介と関係を持ったこと、それが香織を破滅の道に進ませた描写が救いもなく悲しいからです。彼女が起こしたアクションがどう結びついていったのか詳しく話していきますね。香織は医大生の北条凛と付き合っていました。それにはある理由が彼女の中に存在。彼女の父親は会社を経営していましたが、凛の父親の支援に助けられていたのです。その影響で香織は凛の婚約者として将来が約束されました。凛は親同士が決めた結婚でも本気で愛していきます。そんな中香織はある一人の男性と運命的な出会いを果たします。それは高橋涼介だったのです。凛と涼介は大学の先輩と後輩の仲でした。涼介はなぜか凛に気に入られて車のテクニックを叩き込まれました。香織は涼介と接するうちに次第に惹かれていきます。涼介も彼女を意識し、やがて相思相愛の関係に突入。香織は凛、涼介と密かな三角関係になってしまいました。涼介を愛するようになった彼女はある決断をします。それは凛との結婚を拒否するという覚悟を決めました。しかし香織の父親はそれを許しません。大喧嘩に発展し、そのことを凛が知ってしまいます。凛は香織に結婚をしない理由を聞かせてくれと迫ってきたのです。親からの重圧と凛の質問に悩み困惑。凛は香織の父親が経営している会社の援助を止めると伝えます。でも香織はそれを話そうとはしなかったのです。これが凛や涼介を狂わせ、心に傷を残す大きなダメージを与えます。香織は涼介にいつも通り電話をしました。電話を終えた彼女はなんと手首を切って自殺したのです。凛は衝撃を受けて自暴自棄になってしまいます。涼介も香織の選んだ選択を受け入れられず、心に深い傷を負います。イニシャル D の物語の中で死にまつわることを生み出した女性、美人で魅力的な彼女が見せたエピソードは切なすぎます。この影響で凛と涼介は容赦のないバトルをすることになっていきました。個人的には香織が生き続けてほしいと今でも思っています。彼女自身も罪悪感に苦しんでいたのかもしれません。香織を失った凛と涼介の結末はぜひとも作品を読んで確認してください。次の2位に紹介したいのは竹内樹の不運な恋愛エピソードです。ある女性と良い関係になりそうでしたが無念の別れを経験。積極的に接していったのにもてあそばれた形での失恋となってしまいました。個人的に2回も同じ女性に振られた樹が哀れで理不尽すぎると思い選択。その点について少し触れていきましょう。竹内樹はある日一人の女性と出会います。
それは秋山和美でした。和美は高校卒業後に就職、しかしパワハラに遭い会社を辞めました。縁があって親戚の旅館がある伊香保温泉で働くため群馬県に来たのです。いつきは和美と会話をしていき次第に惹かれていきます。彼女は走り屋の兄である秋山渉がいました。渉から教えてもらった車と構造の知識を披露。それを聞いたいつきは和美と意気投合して仲良くなっていきます。いつきは和美に夢中になりました。それはアルバイトを早退して会いに行くほどの情熱ぶりだったのです。いつきは和美と何度もデートをしていきます。そして良い雰囲気になり愛車のレビン内で車中泊をするほどの関係になりました。いつきは告白を試みようとしますがなかなか言い出せません。その最中、和美がアルバイトをサボりいつきと車中泊していたことが露呈。彼女は旅館の仕事をクビになりました。さらに埼玉県の実家へ戻ることになり別れたのです。最後のデートでも自分の思いが伝えられないいつきが不憫すぎます。でもいつきは再び和美と会う大きなチャンスがやってきたのです。高校卒業後、親友の藤原拓海がプロジェクト D に参加。関東制覇のため各地に遠征し、いつきは応援しに行きました。埼玉北西エリア連合と戦うことになり、和美の兄である渉が登場。そこで渉を見に来た和美と奇跡的な再会を果たしたのです。いつきは昔話を交えながら積極的に和美と会話。和美に彼氏がいないということを聞き出すことに成功しました。高校生の時、消極的だった自分を猛省。いつきは何度も和美とデートを重ねていきます。そして車中で眠りそうな和美にキスをする不意打ちを実行。いつきの真剣に和美を思う気持ちが伝わってきました。そして和美をホテルに誘うアクションを見せたのです。和美はそれを OK します。ここでうまくいくと思いきや和美の爆弾発言が炸裂。彼女は年上の彼氏がいて何度もホテルに行ったことがあるといつきに教えたのです。いつきは大きな衝撃を受けて言葉が出ません。そんな二人の前に渉が和美の元彼を連れてきました。元彼は和美に対する態度が曖昧だったと謝罪。将来のことを考えているし復縁してくれと迫ってきました。和美は元彼の話を聞き困惑。いつきはそれを見て和美が元彼でなく自分を選ぶと根拠のない自信がありました。彼はカッコつけて和美に自分の気持ちに素直になれと言ってしまったのです。すると和美は元彼に抱きついていつきを振りました。目の前で過酷な現実を突きつけられたいつきは意気消沈。仲間たちにもその光景を見られてアルバイトをしばらく休みます。お調子者のいつきですが、この時ばかりはかわいそうだなと感じました。イニシャル D の物語でムードメーカーの彼が見せる切ないエピソードです。ちなみに続編の MF ゴーストでは結婚し幸せに生活。その点は救いがあるのかもしれないですね。最後に紹介する第1位は池谷浩一郎の失恋エピソードになります。彼は佐藤誠との光景がとても切なく涙を誘います。池谷のタイミングの悪さや良い人が災いして悲恋となった内容が強烈。その点について少し説明していきますね。池谷はイニシャル D の主人公藤原拓海のアルバイト先の先輩として登場。彼は後輩の面倒見が良い真面目なガソリンスタンドの社員でした。そんな池谷は走り屋チームであるアキナスピードスターズのリーダーです。運転はとても上手いとは言えませんが、仲間たちと楽しく走るのを重視。彼女もおらず友と過ごす日々を大事にする青年でした。池谷はある日一人の女性と運命的な出会いを果たします。藤原拓海と高橋涼介のバトル後に安中市のドライブインの駐車場に寄ります。その時車のエンジンが故障し困っていた一人の女性を発見。それが佐藤真子だったのです。池谷はそれを見過ごすことができず、自分の知識と技術を生かして修理に成功。真子は感謝して後ほどお礼をしたいと電話番号を教えてくれました。池谷は美人の真子を見て一目惚れして恋が動き出したのです。その後二人は軽井沢島でデートをします。真子も池谷の優しく誠実な部分に惹かれ始めていきます。でも話をしていくうちに池谷が真子の裏の顔に気づいてしまったのです。それは真子がさゆきと共に組んでいた走り屋インパクトブルーの凄腕ドライバーだと理解。池谷の心は走り屋の一人としてプライドが傷ついてしまいました。その最中、真子は正直に自分の素性を打ち明けます。同時に池谷のことが好きになったので一緒に過ごしたいと告白。そして匠とバトルをしたいことも伝えたのです。池谷は真子が自分を利用していると疑心暗鬼になってしまいました。紆余曲折がありましたが、結果的に匠は真子と戦い勝利。その後はウォーターパークに遊びに行くことになり、今までのことを語っていきます。池谷は真子と良好な関係を築きます。真子は池谷の人柄が素敵と感じて一夜を共にしたいと告げたのです。夜の待ち合わせも決めて池谷に彼女を作る最大のチャンスがやってきました。しかし池谷はふと真子のパスケースを目撃。その中には高橋涼介の写真が入っていたのです。真子には全く彼氏がいませんでしたが、涼介に憧れて走り屋の道を目指した経緯があったのです。池谷は真子が自分を本気で相手にしていないと内心穏やかではありません。池谷は意気消沈したままガソリンスタンドに戻ります。そして店長の橘雄一に全てを打ち明けたのです。橘は弱気な池谷を叱り飛ばします。
マコが恥ずかしい話と全て打ち明けたのは池谷に惚れたからだと指摘。それに気づいた池谷は大慌てで出発しました。彼はマコに対する好きな思いと罪悪感いっぱいで高速道路を飛ばしていきます。そこで不運にも事故の渋滞によるトラブルが発生。マコはずっと待ち続けていましたが諦めて涙を流して去っていきます。その数分後、池谷は到着しましたが、マコの姿が見えません。もう二人のすれ違いの光景がありすぎて悲しかった記憶があります。ただ、これで終わりかと思いきや最後に奇跡的な再会が起きました。高速道路のサービスエリアで親族の法事に向かうマコが、偶然にも池谷と遭遇。池谷は約束した夜のことを謝罪し行けなかった理由を正直に話します。マコは池谷が自分を振ったわけではなかったと安堵。池谷もマコが自分を信じて長時間待っていてくれたことを嬉しく感じたのです。マコは走り屋を引退し上京し自動車ライターの道を考えていました。池谷との待ち合わせでそのことを話し進路を決めようと判断。池谷は今度こそマコと向き合って会おうと覚悟を決めました。ここでパンクや人助けに入る優しさが炸裂。さらに携帯電話のバッテリー切れも起きてしまいます。池谷は最後まであがき公衆電話からマコに連絡することができました。彼はマコに自分の気持ちを告白する準備をします。その前にマコから就職の話を聞き固まりました。池谷はマコの人生を邪魔してはいけないと身を引くことを決意。マコを男として心よく送り出す言葉を告げます。こうして池谷とマコの恋物語が終了。多くのイニシャル D ファンたちがこの結末を残念だという意見も多かったみたいです。マコは池谷の返事次第では一緒になろうとしている思いも見え隠れしていました。その後2人は全く会うことがありません。池谷は MF ゴーストにも引き続き姿を見せています。ガソリンスタンドの店長に昇格。ずっと独身のままで前髪も若い時と違い寂しい状態になっています。その原因がマコのことを忘れられないと想像してしまうと無念です。それでも池谷の誠実な人柄がとても大好きです。いつの日か幸せになってもらいたいと心から願っています。以上、理不尽すぎたエピソードランキングトップ5でした。それでは今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価もお待ちしていますのでぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。